あ、はい、宮本です。こんにちは。ちょっとですね、今日ちょっといろいろありすぎて、本当は録画してたんですけど、動画切ったり、なんか、切り抜いたりしてて、ちょっと、分散されたんで、ちょっとすげえ中途半端な、動画になってしまったんですね。ちょっと、録画してたやつ。その一つ前の動画。なので、ちょっとこれが初めての動画っていうことにして、ちょっと、撮り直していきたいんですけど、あと30分でね、ちょっと臨時メンテナンスが入るんで、竹道とマイキー強化のための、30分だけ。それプラス、あ、け、うわ、これ引きに行ったじゃないの。それプラス、今日、もしかしたら、外出して、ちょっと出かけるかもしれないんで、ちょっと、とりあえず30分はできますね。はい。30分はできるんですが、それ以上できますかね。とりあえずできるとこまでやっていこうと思います。ソフィアマーク行かないから、俺ソフィア行っちゃったんかよ。うわ、なんで？はは。ああ。あ、ダメ？あ、よかった、入った。危ねえ。取れた。入れ。よし、ナイス。やばい。ナイス、頼む。あ、ルーズルーズ。こっちこっちこっち。パス。パス。ツーだろう。はい、煽りが始まりましたと。はいはい。はい、つまんない。うわ、やば。また妨害じゃねえか。妨害じゃねえかな、それ。うわ、取れん。うわ、うま。取らなと。こっち、こっち、こっち。うわ、最悪。はあ、もう。なんで俺がソフィアのブロック食らわなきゃいけないの、もう。妨害、妨害、頼む。なんでソフィアが、なんで俺がソフィアの餌食にならなきゃいけないの？なんでそっちパス出すの？そっちばっかさ。は うわ、やば、入るんじゃない？これ。うわさ。前に来られるやつ止めれないんだけど、なんかもう。パス回すよ。はぁ、あ。
はぁ、あ。ダメだ、ソフィア、ソフィア、ジョブ来るんじゃない？ああ。じゃやりたくねえな。マークさ、アイバーソンだな。はあ、センターの人もセンターだよね。アイバーソンばっかパス出してさ。やべ、俺3連敗ぐらいしてるかも。やべ、ボット戦かこれ。はい、ボット戦でーす。はい。はい。また、あ、だードラケン使おうかな。ドラケン、ちょっと待って、ドラケン使ってみようかな。ドラケンのまだスキル把握してないんだけど。ドラケンのスキルちょっと把握してないんだけど、俺。ちょ、おい、2センター。いや、2センターまずいな。あー。ドラケンのスキルまだ把握してないんだけどな。はぁ、あ、次ボット戦だったらドラケン使うかな。あ、そうだ。あ、そうそう。昨日ね、あの、ロードパスってやつ。ずーっとあれ、自動でやってたんすよ。そしたらあれ、負けまくるんすよ。負けまくるっていうか。なんかあれ、勝てば勝ったほどなんかバフみたいなのつけられて、あれほんとはね、僕はあのこのランク戦で効果あるんかなと思ってたんですけど、多分ですけどあれ、よく読んでみると、あのロードパスとかいうやつの中でのバフだったと、らしいんですよね。なので意味ねえと思って、終わった後に気づいて、通りでこっち側のキャラが弱いはずだわ。あれ、毎回バフつけなきゃいけないのか、めんどくせえな、ほんと。なかなかもう何時間もかかりましたよ。何時間もかかって、なんか、コアが少しと、エッセンスとかいうのが少しと、しかもらえなくて、バカみたいでしたね、ほんと。あまりにもなんか連敗するから、自分で操作したりもしてましたし、あ、やべ、早く打ちすぎた。自分で操作したりもしてましたし、ほんとめんどくさかったです。昔はね、昔っていうか、あのシステム出た頃の頃は、ほんと自動に任せたっきりで、で、2、3回しか負けなかったんですけど、すげえ負けるの最近のあの、あれ、ロードパスっていうのは、ロードなんとかってやつ。で、何の話をするか。はい。あ、やべ、間違った。あれでドラケン使って、あれでなんか、練習すればよかったな。っていうか、俺ドラケン一回も使ってないのになんかブロンズじゃなかったんですけど。あれ何なんすか？ブロンズじゃなかったんですけど。
パス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 。あ、間違えた。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 パス。パス。今変な動きだ。やべ、やべ、パスパスパス。やべ、ちょっと斜め難しいな。あ、やべ、ああ、しまった。あ、やっぱ。斜めむず。はあ、もっと連携もらいました、はい。やばい、これ、たつさ、これ、マジで、ちょっとしっかりやらんとさ、ランク戦これ、減点される、減点される可能性ある。この前なんか、めっちゃいい加減にやってたら、なんか、ボールもらえなかったんですよね。違反行為があったためとかし。ちょっとめんどくせえよね、これ。あ、出なかったわ。あと20分後に緊急メンテ。うわ、またボットか。今回ね、本当に、あと、え、ちょっと待って、今日25だから、今日入れてあと5日あるんだ。あ、ちょっと待って、ドラケン俺使う、ドラケン俺使う。ドラケン使わして、ドラケン使わして。じゃあ俺、ドラケンちょっとこれ使うわ。あと、今日は5日で、今現在、レジェンド3か2なんで、ほんとワンチャンね、ワンチャン、ほんとに、あ、ちょっとボール変えるの忘れた。最強じゃいけるかもしれんから、ボットのありがたみがわかるね。これか。やべ。いない、リパパスできたっけ？あれ？リパパスできる？やめろ！リバパスできるかな？ドラゲで攻めまくろう。あれ？ちょっと待って、リバパスでき、あれ？できたっけ？ちょっとわからん。できんよね。テクダンついとるな。テクダンついとる。めっちゃ早い、なんか。あれなんだっけ、ポストアップがめっちゃ早い。あ、ちょっと待って、リババス。いや、リババスないはずだけどな。パス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 しろ！くそ。うわ、取れんし。あれ、バーストの、あれ、ちょっと待って、ドラケンのバーストって、あー、ダンクのやつか。オフェンスとディフェンス違うんだよね、確か。ドラケンのバースト。かっこいい。違うのもうわ入る、はい、パス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 な、打つなよ、パスくれよ、パスパスパス、なんなんこいつマジで、あ、もうこんな通報案件だろ、こんな
あ、そうそう。あとさ、昨日の話なんですけど、その、ロードパス。ロードパスっていうのがあるのかな、あの自動でやるやつ。あれさ、あれの最後の方結構まともだったよ。結構まともだったよ、CPU。ボット。あれくらいのレベルならさ、まだちょっと文句、あれくらいのレベルならもう全部あのくらいのレベルにしろだと思うんですけど。こいつら何なの、これ。あとでフックシュートもしたいな。まあまあまともだったよ。普通に僕あの、氷室を使って2回ぐらいブロックされましたしね、バックステップのやつとか。あれくらいのレベルにすればいい。ああ、やっぱできんわ、リバパス。あ、そう思うとなったら、清志も別に強いな。清志は清志で。さ、フックシュートは？よし、ブロックされた。何？ジェーンにブロックされた。はい、ボットのおかげでレジェンドに行けましたと。はい。いや、僕、こう見えても、すごいなんか裏で頑張って、裏でめっちゃ努力してるんですけど、さっきちょっとお蔵入りになった動画でも言ったんですけど、本当に報われたメールが一つ来ましたね、今日。はい。一つ、はい、収益が増えるというか、はい。そういう感じになります。はい。いやー、努力してよかったな。本当裏で頑張ってるんですね、こう見えても、はい。365日、毎日頑張ってますから、休みなしですから、こう見えて。本当にガチで。休もうと思えば休めますけど、休みませんから、僕は妥協を許しませんから。365日休みなしが俺何についてるの？何年ついてるんだろう。多分3年ぐらいついてると思います。365日休みなしの状態が。さすがにちょっと体調悪くて休んだとかは、1、2回あるかな。記憶にそんなないね。そんな日は。あ、相手見たかった。え、何？こっち伊集院竹道で、向こうが、メイソン、十字、何だっけ？これいけるだろ。向こうって SF かちょっと誰かわからん。SF、もしかしてシャオミ？はい、ナイス。優勝だ！危ねえ。パス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 はぁ、パス何これ、もしかしてシャオミン？そうだろ。やばい、スリューされる。うわぁ、これシャオミンだ。マジか。おい、シャオミンに負けるんか、これ。
危ない危ない。頼む、あ、頼む、リバー頼む、リバー頼む。オッケー、入った。入った、入った。このいじまるって人もすげえ、シャオミンとか、SF 使いだよね、確か。よく見るけど。はい、リバ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 リ、あ、入るか、入るか、入るか。あと10分で緊急メンテ。これで終わるかな？これ買って終わらして、ほんと。やべ、2になった。ちょっと最後、エゴプレイして終わるか。いや、やめとこう、やっぱ。そういう意識したらちょっと。狙い撃ちされるかなって。はいで。ダメ、頼むリバー！はい、取れます。はい、入ります。はい、はい、ナイスリバー。はい、ナイスリバー。いじまるって人は確かアキラ持ってた気がするんですけど、アキラとか見かけ持ってなかった。それでシャオミン使いってちょっと舐められてるな。舐められてるっていうか。勝たんといかんですよ、それ。おい！ちょ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 。うわ、嘘！嘘、やば。やばやばやば、ちょっと真面目にやらんと、やばやば、負ける負ける負ける。あかん。あかんって。おい。竹道大丈夫か？竹道の竹違うし。このアキラの人、スチール強くないな。パス、パス、パス、どう？あ、封じられとる。やば。頼む。頼む、入れよ。あぶね。くっそ。バースト打とうと思ったら封じられとる。やばい。なんだかんだ1点差だし。マジか。ちょっと、おい、ちょっと、メイソン、メイソンシャオに負けてやばいって。頼む！メイソンシャインで伊集院日村で負けたらやばいって、マジで。恥ずかしいって。言うてなんか向こうの人ちょっと、ベテランっぽいけどね。多分だけど。このキャラ性能差で、ま、この人スチール強い、この。おーまたか！おいあ、はぬ、おあやばやばおいおい、竹道だあの、マジで。あ、あれ、やっぱ決められる。おーい、また。来てくれてんの、マジで。さあ、もう嘘でしょ。入るなよ。よしよしよし。嘘だろ？パス。頼む、入れ。よし。ちょっと待って。さすがに今のは俺が下手なんじゃなくてスーパーブロックだろ、あれ。あれブロック、あ、やべ、撃たれない。これ入るかも。あれスーパーブロックだろ。俺が下手なシュートじゃないよ、あれ。
まったよ、もう。どんだけやってくれてんの、もう。おい、しかもこれ負けるんだ。あ、来た。危ない。ちょ、パス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 、危ない、危ない、危ない。パス、パス。打つなよ。よし。あ、よかった、勝てた。竹道空風呂3回はないわ。空風呂3回はちょっとメイソンが上手いのか、ちょっと竹道が弱いのか分からんね。次1回できるかな。次1回ラストできるかな。どうしよう。微妙なとこなんだよな。あとだってもう、あ、ダメだ。あと5分50秒で、マッチング時間考えると、ちょっと強制終了になる可能性あるんで、とりあえず終わりたいと思います。はい。では。